坂部、坂部のフローター、素晴らしいですね。先ほどから東京の少女編成に手こずってる印象もありますが、インサイドで勝負、ジャッククーリーフック、岸本ですが決めてきました。フィンバンタック、いやここでターンオーバー、琉球が粘って今村のレイズ、今村連続得点があったでしょうか。ターンオーバーになりました。サイズ自分でいく、エンドワン、先ほどと、ね、全く一緒の形ですよね。はい、ロスターのブロック、はい、体を張ったプレーも素晴らしかったです。そしてこの後ね、このさあ、アンドシュート、サイズに入れる、うわ、うまいですね。あそこから手が伸びてダンクを決めます。そうですね、コブス、アンドシュートをもらってスリーポイント、うわ、沈めてきました。32対32、坂部コーナースリー、いやー決めた、ファウルももらって4点プレーになります。一緒の形でしたよね、そこで小野寺選手が反応したのに対してキックアウト、そして、まあ、スキッパーコブス、ロシターに入れた、ロシター、そして小野寺、今村がベースラインから切れてきました。フェイントアタックして、いいですね、エンドワン、いや今村選手うまかったですよね、3点ビハインドの琉球のポジションから、琉球は巻き入ってます。ダーラムから岸本、岸本ステップバック、スリー、入れた、アンド、お高めポイントを狙う、アップテンポにね、バスケットを展開するっていうところに期待した起用じゃないかなと思います、ね、なるほど。コブスのスリーポイント、うわー決めました。あとここでちょっとミスがあってダウンオーバー、ロシター、イージーバスケットになりました。アルバルク東京10秒切りました。体勢は決まってますが、クーリー最後まで食らいついた琉球ですが。